総合格闘技をしているのですが、コンビネーションの当て方などのセオリー部分が抑えられず見悩んでます。この点の問題を解決するにはどうしたらいいでしょうか。子供からやるなら長い時間をかけて理解していくのもいいのかもしれませんが、結果を出した23歳とそんなこと言ってられない状況でしたって。そうね、やっぱり打撃で当てるのが上手な自分から仕掛けられる人に話聞きに行くのがいいんじゃないですかね。で、何をして相手がこう当たっちゃうっていう状況を作ってるのかっていうのを聞くべきですね。相手が反応できない状態にせずにコンビネーション出しても絶対当たんないんで、反応せざるを得ない場所に行って、反応せざるを得ないタイミングと場所に手を出して、そこに反応させて相手が次を意識しない、もしくはもう次も意識させて、その次とか、やっぱりその相手の反応をさせないっていうところにたどり着かないといけないんで、それを上手に行っている選手に何をしているのかっていうのを聞きに行くといいですよ。俺もこの間ホルヘ・リナレスのところにコンビネーションの当て方とか聞きに行ったんですけど、やっぱり何してるかって、じゃあ俺にやってみてっていうと、やっぱりどうしても反応しちゃう、反射しちゃう後にドンって強いのが来るっていうコンビネーションの作り方だったんですよ。だからまあこうジャブ、フック、ストレートって打つんだけど、そのジャブとフックはもうぶっちゃけ肩に触るぐらいでやってるよっていうわけよ。だからなんか顔に当てようとしてない。で、顔に当てようとしないジャブとかフックって、相手はある程度ちょっと安心感あると思うんだよね。ブロックできた、ガードできたみたいに思ってるんだけど、そんなものはぶっちゃけどうでもよくて、で次もこうジャブが来そうな感じで、左ストレートとか右ストレートが来るとか、やっぱりその注意がこう2回ぐらいそういうのがペイントでパンパンって来たりすると、やっぱり注意がそげるんだよね、何パーセントか。そういうことの、こう繰り返しだと思うんだよね。やっぱりそのコンビネーションを当てるっていうことは、コンビネーション全部当てることを考えてる人は意外とうまく当たんないけど、コンビネーションの当てたい最後の一撃を当てるために、その前一つか二つか三つかっていう何かを餌にしないといけないんで、だからまあそれが上手に行えてる人に聞きに行くっていうのが一番いいんじゃないかな。意外とマサト君とか教え方上手だけどな、打撃。誰かな、山中君とかに話聞いてみたいんだよな。俺は山中慎介君とかに、やっぱり左一撃で決めたりしてる試合が多いから、それを当てるための戦術をいっぱい練ってるはずだから、なんかいろんな人に聞いた方がいいよ。なんかそう上手に打撃をしてる人、当てるのが上手な人に聞きに行くっていうのが一番いいと思いますよ。やっぱりできてる人に聞くっていうのが一番いいから。